この大会新名称が決まってない？よし、この大会の名前は富士フイルムスーパーカップだ。みんなこの名前どう思う？改名最高、素晴らしい命名、パーフェクトネーム、丁寧な名前、はっきり言って訳せ、初めて惚れた名前よ、一度聞いたら忘れられないぞ。これパートナー様万歳。これは富士フイルムスーパーカップだ。リムルがいた異世界の J リーグ王者と天皇杯王者が激突する29年も続く歴史あるゲームだぞ。はい、富士フイルムスーパーカップ、甘美な響きです。ずるいです、ずるいです、リムル様だけ富士フイルムスーパーカップに行くだなんて。富士フイルムスーパーカップがね、見たいのだから今日は帰ることにした。それを見よう、何かわかるか、富士フイルムスーパーカップのために作られた優勝カップだ。どうする、どうする、富士フイルムスーパーカップのチケットが取れない。しよう、お前に富士フイルムスーパーカップのチケット貸してやる。日産スタジアムは大体この辺だ。川崎には絶対に勝てぬことを知らしめるこの日を心待ちにしておりました。一発勝負のトーナメントを制した浦和の強さ、思う存分に堪能させてあげましょう。やっ、痛い、よし、 PK ゲット。今のシミュレーションですね、退場ください。嘘や、スタグルーは、これを見ろ、こいつは J リーグキング、人気がないから投票してやってくれ。ちょっとかかるよ。おい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 、Jリーグとテンスラのコラボラインスタンプじゃねえか。しかもタダだぞ。たとえスタジアムに来れずともサポーターとは心でつながっている。俺の上は今満たされた。バンナー、その戦い異世界級、名称改め富士フイルムスーパーカップ始まる。諸君、ぜひとも頑張ってきてくれたまえ。